折り目をつけた気鏡を使った立体的な秋の針絵です。気鏡の花とつぼみと葉っぱを作っておきます。これをそのまま台紙に貼ってもできますが、今回は下草やススキを台紙に書いておきます。黄緑色と黄土色を混ぜて使いましたが、濃い色の画用紙に書くときは白を少し混ぜた方が色がはっきりと出ます。絵の具も水も米粒ほど出して混ぜながら使います。はみ出ても良いように紙を敷きます。筆は立てて持ち、肘を机の上に乗せます。肘を支点にして円を描くように描いていきます。草の方向を変えるときは紙の方を動かしましょう。お習字の払いのように先がだんだん細くなるように書きます。この上に気鏡の花や葉を貼るので少々失敗しても大丈夫です。絵の具が残った場合は水を少し足していらない画用紙に塗っておきます。丸い線を描く練習をしてもいいでしょう。この紙は取っておいて工作や貼り絵に使います。絵の具がだいたいなくなったらティッシュで拭き取ってパレットを片付けましょう。台紙に貼るときは花から置いていきましょう。黄色い紙を丸く切ったお月様も用意しておきます。位置が決まったら貼っていきます。お月様は端まで糊をつけて貼りましょう。気鏡の花は真ん中だけにボンドをつけしっかりと貼ります。つぼみや葉っぱは花の周りにバランスよく貼ります。楊枝の先などにボンドを取り、つぼみは額の部分に、葉は折り目の部分につけて貼ります。大きい葉っぱは下の方に、小さい葉っぱは上の方に貼るといいでしょう。花びらの間から見える葉っぱは半分にちぎって貼るといいです。はみ出した部分はそのままでもいいですが、飾るスペースが決まっている場合は切り取ってください。お月様にかかる雲には薄だいだい色のお花紙を使いました。雲の形は手でちぎって作ります。場所が決まったらスティックのりを台紙に塗って貼ってください。液体のりやボンドを使うとのりがついたところだけ台紙の色が透けてしまいます。これで花や葉が浮き上がったような立体的な貼り絵ができました。花や葉の色合いを変えたり、
台紙にススキの模様を描いたり、花や葉の数を増やしたりして、お好きなレイアウトをお楽しみください。